もし遥か過去の天才が現代科学に未だ解けない謎を解明していたらどう思いますか。この驚異的な発見はニコラ・テスラという名の科学者によってなされました。テスラは19世紀から20世紀初頭にかけて活躍した電気工学の天才です。彼の名前は交流電流システムや無線通信など現代の技術の礎を築いたことで知られています。しかしテスラの中でも特に興味深いのは彼が研究していたとされる反重力技術に関する仮説です。反重力とは重力の効果を無効にしたり逆転させることを意味します。この技術が実現すれば宇宙船をはじめ様々な分野での革新が期待できるのです。テスラはこの技術を用いて宇宙船を作ることが可能だと考えていました。しかし彼の死後その研究はほとんどが失われてしまいました。それでもテスラの残した数々の文献や発言から彼の考えた反重力装置についての手がかりを探ることができます。ではテスラが残した謎の一端を紐解き反重力技術の可能性に迫ります。反重力技術の可能性。もし重力をコントロールできたらどんな世界が広がると思いますか。ニコラ・テスラの考えた反重力技術についてその可能性を探ります。反重力技術が実現すれば宇宙旅行は今よりずっと手軽なものになるでしょう。重い燃料タンクや複雑なロケットエンジンは不要になり人類は夢にまで見た星間旅行を実現できるかもしれません。テスラはこの技術を使って宇宙の深淵にある未知の世界を探索することを夢見ていました。しかしテスラの理論は当時の科学界では受け入れられず多くが謎に包まれたままです。彼の研究ノートには電磁気学や量子力学に関する先進的なアイデアが記されていたと言われています。これらのアイデアが反重力技術にどう関連しているのかは今なお研究者たちによって解明されつつあります。テスラの未来予測と現代科学。遠い過去に予測された未来が今現実になりつつあるとしたら、ニコラ・テスラは彼の時代をはるかに超えた未来予測をしていました。彼の予測の中には無線通信やリモートコントロールなど現代に実現しているものが数多く含まれています。テスラの最も興味深い予測の一つは反重力技術による宇宙船の実現です。現代の科学はテスラのこの予測をどう捉えているのでしょうか。現代の物理学では重力を逆転させることは理論的には可能だとされています。しかしそれを実際に実現する技術はまだ開発途上にあります。テスラの理論はこのような未来技術への道しるべとなりうるのかもしれません。科学の歴史はしばしば過去の天才たちの夢によって推し進められてきました。テスラ理論の現代科学への影響。過去の天才が描いた未来が今私たちの手で形になるとしたら、ニコラ・テスラの理論は今日の科学技術にどのような影響を与えているのでしょうか。テスラの研究は電磁気学や量子力学の分野において多くの研究者に影響を与えました。特に彼の反重力理論は物理学における重要な概念を提供しています。現代の研究者たちはテスラの理論をもとに新しい技術の開発に取り組んでいます。反重力技術の実現は宇宙旅行はもちろんのこと、地球上での新しい交通手段の開発にもつながるかもしれません。実際テスラが考案した原理をもとにした実験は今でも多くの研究機関で行われています。これらの研究は未来の科学技術に革命をもたらす第一歩かもしれません。テスラが夢見た反重力技術は私たちの生活を根本から変える可能性を秘めています。彼の残した理論は今日でも研究者たちの想像力を刺激し続けています。ではテスラが追い求めた重力を超える技術とは具体的に何を意味するのでしょうか。ニコラ・テスラが構想した反重力技術は単に物理法則を逆転させること以上の意味を持っています。彼は電磁気学の法則を根本から見直し、
重力という自然現象を制御下に置く方法を模索しました。そのためにテスラは高周波数の電磁波を用いることで物質の重力的特性を変化させる実験を重ねていました。彼の理論では特定の周波数と振動が重力に直接的な影響を及ぼすと考えられています。これらの実験結果は当時の科学界では異端視され、多くが未発表のままでした。しかし今日ではテスラのアイデアは再評価され、新たな科学的探求の源泉となっています。現代科学者たちはテスラが残した研究ノートや実験記録をもとに重力を制御する技術の可能性を探っています。テスラの理論が完全に実現される日はまだ来ていませんが、その日が来れば人類は新たな物理学の時代に突入することでしょう。テスラが夢見た未来は科学の進歩によって少しずつ現実のものとなりつつあります。反重力技術の応用と未来。もし重力を自在に操れたら、私たちの生活はどう変わるでしょうか。反重力技術が実現すれば、最も大きな影響を受けるのはおそらく交通手段です。車や飛行機は重力に逆らう形で進むための大量のエネルギーを消費します。しかし反重力技術があれば、これらの乗り物ははるかに効率的に、そして環境に優しく移動できるようになるでしょう。また宇宙旅行も日常的なものになるかもしれません。反重力技術を使えば宇宙船は燃料をほとんど必要とせず、地球外の惑星への旅も夢ではなくなります。さらに建築や製造業においても重力をコントロールすることで新しい可能性が開かれます。建物や橋などの大型構造物の建設が容易になり、安全性も大幅に向上する可能性があります。これらはテスラの理論が現実になった場合のほんの一例に過ぎません。反重力技術の社会への影響。重力を制御する技術がもたらす未来の社会像を想像できますか。反重力技術が現実のものとなれば、私たちの社会にどのような変化が起こるのでしょうか。交通手段はもちろん、日常生活のあらゆる面で革命的な変化が起こります。重力をコントロールすることで建築物や家具のデザインも根本から変わるかもしれません。例えば浮遊する家具や建物が実現すれば、空間の使い方が大きく変わります。また反重力技術は医療分野にも革命をもたらす可能性があります。重力が人体に及ぼす影響をコントロールできれば、新たな治療法やリハビリテーションの方法が開発されるかもしれません。さらに農業や物流など私たちの基本的な生活支援システムにも大きな変革がもたらされるでしょう。重い物資の運搬が容易になれば、労働の効率化やコスト削減が実現します。この技術は環境問題への対策にも一役買う可能性があります。エネルギー消費を大幅に削減し、より持続可能な社会の構築に貢献することができるかもしれません。テスラが夢見た反重力技術は私たちの未来を根本から変える力を持っています。反重力技術の実現に向けて、科学の最前線で夢の技術が現実に近づいています。反重力技術の実現に向けた現代科学界の取り組みを探ります。世界中の研究機関や大学ではテスラの理論に基づいた実験が行われています。これらの実験は理論を具体的な技術に変えるための重要なステップです。一部の研究では小規模ながらも重力の影響を変える現象が観測されています。これは反重力技術の実現が夢ではないことを示しています。しかしこれらの成果を大規模な応用につなげるには、さらなる研究と開発が必要です。実用化に向けては安全性やコストの問題も解決しなければなりません。反重力技術は新しい物理法則の発見にもつながるかもしれません。反重力技術の未来と新しい世界。重力という自然の法則を超えた先に私たちは何を見るのでしょうか。では
反重力技術のもたらす未来と新しい世界について考察します。反重力技術が実現すれば、人類の生活は根底から変わります。私たちの移動手段、建築、さらには日常生活まで、全てが新しい次元に移行するでしょう。宇宙旅行は日常的なものとなり、地球外の世界への探求が現実のものとなります。また新しい発想と技術により、これまで不可能だったことが可能になるでしょう。反重力技術は私たちの想像を超える新しい社会を生み出す鍵となるかもしれません。テスラの残した夢は遠い未来への道しるべとなり、私たちを新たな探求へと導きます。科学の冒険は終わらず、常に新たな地平へと私たちを招きます。このような興味深いテーマをこれからもお届けしていきます。もしまだチャンネル登録していない方は、ぜひとも登録をお願いします。そしてあなたの感じたことや思ったことをコメントでシェアしてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。